渡部さんももちろんこう40年経ったらいろいろなことが変化はすると思うんですけれどもこうご自身の私生活プライベートであなんか最近こういうところが変化したなっていう部分って基本はあの子供ベースなのであの家族があのいるので5人家族なので。はいあの ね、一人の時はね割と自分の自由な時間とかあ,ありましたけどもう基本はもう今はもう、えー、家族でいるっていうのがあのお僕の今のベースになってますね、はい、で仕事をするにしてもやっぱりか家庭に家庭の中で、あのー、十分何かあのー なんていうのかな、なんか家庭がしっかりしてないとその中でこうあのー、仕事をができているような感じなので、うん、なんかすごく心地がいいですよね。その今仕事をするにしても、うんええ、でもライフスタイルの中心はご家族と過ごす、そうですね。そのご家庭での時間、ね俳優といってもやっぱあのー、ね。 人間ですからあのやっぱりそういう生活はすごく大事だなと思ってますね。そこを充実させないとやっぱり、えー、仕事にもねあのいい反映のされ方はされないんじゃないかなと思ってます。ご家族で最近されたことって何ですか。どんなことするんですか。いやもうみんなあねあの普段は学校行ってるのでなかなかあれなんですけど僕旅行が好きなのであの何かとちょっと時間がみんなで会えば。 すすすすぐ旅行に行行ににきますねねうちちは、ね、いいでで、ね、どちらに行くんですか、うんね、やっぱりまだ国内も結構いろいろとあの行きますけれども、ね、あの僕はハワイが好きなので,で子どもたちもあの好きなので年に1回2回はハワイに行くようにしてますけど素敵ですね。いいですね、うん、ご家族でこのエクジションができた新宿なんですけれども渡部さんが幼少期に過ごした。はい エリアなんででで、ね、ですすすすよよねねねねそそううああのま地元何かこう子どもの頃の思い出とかどんなことをされてたんですかまさに地元ということですけど子どもの頃幼少期の話したらもうそれだけで終わってしまうので <laughs> ちょっとだけあのいやここはミラノ座の後ですよね映画館も来てましたしボウリング場も来てましたし。ね、あの ずっと遊んでましたよこの辺りで、はい。うん、もうじゃあ本当に子供の頃の遊びエリア、そうですね、過ごしてたエリア、うん、ということなんですね。もうね、ずいぶんもう40年以上前のことなのでね、あのどこがどういうふうに変わってしまったかっていうのもちょっとあんまりもう覚えてないんですけど、うんうん、きれいになりましてねなんかね今ね。そうですね。東国病院なんかもね、えーえー、僕の頃はまだあの。 あんなり綺麗じゃなかったし